3個の霊にお答えできず道半ばで行くことお許しください。私の命燃え尽きようと。 今初めて心から祈ります。どうか我なき後も職が絶えずありますよう。 よくやってくれた諸葛亮。ついに我らは少々疲れました。宝刀や関羽殿に会ってこようか。ならぬ。そなたはまだ死んではならぬのだ。生きてくれ。 もはや策などを狙ってもよい。ただ私と共に穏やかになった天下を見てくれ殿。この先に長安、そしてその先には魏の都洛陽がある。 ごと連携して義を倒せば、仁の世は実現します。<笑>それまでの道のりはまだ長く険しいものでしょう。長所。それでも私は絶望していません。先帝劉備殿よ。 バカめが。
思い上がるな、若造。この戦はお前たちにくれてやろう。が、勝ったのは私だ。何？進めるのか。お前たちだけで、この先に続く道を。まさか。上昇。上昇。あなたなしで。歩めというのですか。脅威。上昇。時代を築くのはあなたたちです。信じるままに進みなさい。最後に話せてよかった。あとは頼みましたよ。志受け継ぎます。陣のよう私たちの手で。本当にいいんですね。ええ、お願いします。承知しました。あとは任せてください。上昇、お呼びですか。ええ。これは脅威。あなたに私の全てを託します。上昇、何をおっしゃるのです。自ら描いた天下三分、その天を再び一つにする前にこの命は尽きるでしょう。時代が移ろいゆき、劉備殿の目指した陣の世が色あせる前に、天下の趨勢を我らに。承知しました。さあ行ってください。劉備殿、共に参りましょう。
そんな諸葛亮殿どうしよう、私たちこのまま戦い続けていいのかな。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいい戦なんて。上将は劉備殿の大志を継ぎ、悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢を私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう託された思いを。